よっしゃ、ジグスやっていきたいと思います。パカペ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 カ。オラフサポなんかな、さすがにミッドミッドオラフってのもよくわからんしな。でもペカ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 。白米さん、そのジグス派かわいい。ペカ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 。スン、イエー、ワンヒッツ。ほん、ケイさん、勉強させてもらいやす。いや、マルファイトサポだ。白米さん、開始。ジグスのコツ、やっぱり1レベルの連戦なんだよね。ボンアーマーで言いたくないよ。どれだけマナを使わないか。もうミニオンにスキル打ったら終わりよ、ジグスで。いかに敵に当てるか。W ドロ。フラッシュ切らねえかな。ナイスナイスアロー。ジュリさん、2スキル目のうまい使い方がわからないんですよ。2はね、自分に打つか、2はこうやって自分に打つか、敵持ってくる打ち方があるんだけど、まあ基本自分かな。基本自分だね。いや、こう足元に置いて自分をこう鼓舞すんのよ。嘘、鼓舞は嘘。こうやって自分と相手の間に入れて自分は安全距離に行くっていうのが大事だね。ベギアのダメージコンボあるけど、やってるやつなんかね、やれない。あれマジでむずい。ベギアのダメージコンボできるかな。できるしねえわ。塗って、あ、まあこれは無理だね、死んだね。ほん、計算、アセルト2スキでないんよな。いかに2スキ。でもね、ジグスといえばマジで2スキ、2スキどんだけ押せるかみたいなとこあるよね。ダイナ育ってんな。全さん、自衛用の意識が強いからあんまり使わないよね。ダメージ足りるかな。ウート残しておけばよかった。うまいな、マルファイ。この。ほん、計算、タワー壊すときも別に使わないよね。うな。タワー壊すときはまあ割と使うけど。そうそう、マルファイ取ると上がるかな。惜しい。撃ててたらな、今の殺せたな。惜しい。
ナイス。美味しいね。当てていく。惜しい。まだドラゴン取れてるしね。もう満対応。うわー、バリア出なかった、だる。あー、バリア押しときゃよかった、早めに。もったいね。おん、計算、ブラウム死にすんぎ。ナイス。明かりが、なんかボットレーンに、あかりが言っとけば全員やれてたやつ。今からでもやれそうだな。ナイス。結構スキル当たってくれるな。いらっしゃっか。いやキャラ性能って感じする。不安ね今の。めちゃめちゃ不安になる動きやったな今。ほん、計算、フミヤッチョさんの動画見てジグス買ったけど売ろうかな、売れるっけ。え、売るの、なんで、良くない普通に。ジュリさん、さっきランク戦でキャラ選択肢終わった後電池切れて泣くかと思いました。 FK 判定。結構強いと思うけどな、ジグス。どことね。どことね。あ、てかミスったビルド。まあ、いっか。ビルドミスった。デスキャップから行こうと思ったのに。
方が倒されました。敵を殴り切り、味方が倒されました。シャットダウン。ミッドネームタワーが攻撃されています。ダブルキル、敵を倒しました。そう、キルがトリプルキル、キリングスリー、タワーが破壊されました。ドラゴン行こうぜ。移動中です、移動中です。逃げるね。敵を倒しました。味方チームがドラゴンを倒しました。いや、いいジグスしてるよ、割と。ん？大丈夫か。いや、でもビルドミスったな。ビルドミスっちゃった。セラフまで完成させちゃったわ。本計算うまいな。まあ殺したかも。本計算ラバドン矢印ルーデンの予定だったんですか。敵を倒しました。ラバドン行こうかなと思って。ラバドンから行った方が多分ね、さすがにダメージ出るんだよ。危ねえ、てかタワーなかった。ルーデンラバドン、ルーデンラバドンだね。でセラフかな。なんかオラフ俺見たら突っ込んでくるんだけど、なんか怖いわ。計算ラバドン行くとマナがなくなるんすよね。まあでもぼちぼちあるけどな。王さん、コンコン挨拶。コンコン。ビルド買ってくるか。待って。本計算マナフローバンドつけてます？いや俺つけてない。セラフ行くから。ジュリさん逃げ方勉強になります。お、あ、焦らないことやね。焦らずに隙を押すこと。敵のチャンピオンから。これどうなん？激渋じゃない？味方が倒されました。でかい。本計算アマトーでしたね。マナフローバンド外そうかな。わあ惜しい。これデスキャップ入っとけば、買っとけば死んでたかもな今の。
デスキャップ買っとけば。敵を倒しました。今のカミル倒せんの、すげえな。ギャラパワーあるね。敵を倒しました。ナイス。あ、やばい、これ死んだわ、さすがに。あ、知らんかった。危ねえ。待って、落ち着け。ラッシュしようぜ。こっちラッシュした方がいいんじゃね。アミル、あくまで全然来ねえな。ナイスー。いや、ウルトぶっ刺さりじゃなかった、俺の。あ、終わり？終わるな。あったー。俺のウルトのダメージすごかったんじゃね、最後。イエーイ、ナイスー。ビクトリー、4枚1000玉ゲー。白米さん、グ。いや、結構ダメージ出たな、やっぱり。やっぱジグサ出るよ、ほら。4枚1000やで。もう試合時間5分あったら、まあ26万は出てた、多分。じゃあジグスのコツでも言っとく。ジグスの、ジグスのコツタイムね。てかね、アムムールトも良かった、めっちゃ。白米さん、やろう。やる。ジグスのコツタイム、皆さんやってみました。ジグスのコツの時間です。ジグスのコツってむずくね。いや、でもマジでないよ。もうさっき喋ったことぐらいしかないよ。まあ一応コンボ見とく。コンボって呼べるような品物かもしらんけど。ジュリさん、お願いします。もうジグさんも俺 W さえできたらいいんよ、もう俺。これさえできたら、これさえできたらいいから、マジで。本計算マジで見たかった。なんかね、こういうところかな。壁際とかでできるんだけど、これはちょっとあれか。まあなんかよくあるのは、だからここの、まあ、E 置いて W で乗せてアルティメットよね。むずいのよな。まあ一応なんかね、壁に当てたらなんかスタンじゃないけど、バンバンバン。あ、もうこれむずこいつ。あ、こういう位置とかいいね。こういう位置とか、こっからさ、こう敵がこう入ってきてるときに、この位置じゃねえな、まあいっか。こういうときに、まあ、ここを置いて乗せて、これね、これやると E でスロー乗ってるから、アルティメットが直当たりしやすいんよな。まあ使わんわ、あんまり。で、まああと W 打つときに、まあ相手の命令とかのときに、こう来ました、あ、逃げようじゃなくて、一応このこうやってやったら、このわかるかな、めっちゃ離れんの、敵と。
あ、敵が来た、うわーじゃなくて、ダイアナ来た、逃げろーじゃなくて、ダイアナ来た、で、撃つ、いい撃ってきた、ボーンってやったらもうほら、見えないのよ。見えないぐらいの距離になるから。まあ、それぐらいじゃ。あと、いいレジ移動方向指定して、逃げる、こっちしか逃げられませんってやって、急撃つとかね。もうそんぐらいよ。ねえよ。あと、ウルトはね、割と適当に撃っていい。もう3人に当たるなと思ったら撃っていいよ。油断戦中。計算すげえ。あれやるとフラッシュ2個分の距離離れるからフラッシュでも追いつけないんだよね、ああやって打つと。っていうぐらいっすわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。